こんにちは、ピースフルクライメートストライキ最終日、今日は私の大好きな人をお呼びしております。サラマリーさんです。どうもどうも。ちょっとね、エリちゃんすごいスローすぎてスロー私、うん、めっちゃスローよ。いつもに比べて、いつもを2倍ぐらい遅くした感じ。嘘、今私まで伝説した。どうもサラマリーです本当ね、私これでも昨日もっとスローだったのね。あ、そう、昨日はもうあれなの、声も出ないし、声多分これぐらいだった昨日。そう、今日で終わる。でも思考、そう、多分それがあるのかも、うんうん、もう思考がもうゆっくりすぎるのに、昨日は記者会見して、うん、経産省前でスピーチして、はい、でその後インタビューあってみたいな、いっぱい喋んなきゃいけなかったんだけど、マジで何喋ったか覚えてないの。やばいね。そう、まあね、糖分も取ってないしね。そう、うん、でもなんかすごいペラペラになったんだけど、うん、でもなんかさっき話してたんだけどね、なんか今日元気なのね割と、うん、どうやらその体の栄養分をどんどん使っていくモーメントに入ったっぽい。なるほど。覚醒してるの。やばいやばいやばいね。だからこの空腹感、うん、お腹減ったっていうのさえなければまだ全然いける。まだ空腹感はあるんだ。めっちゃある。あ、そう。もう食べたい、食べることしか頭にない。なるほどね。体は行きたいってね。そう、行きたい、行きたいんだ、食べたいんだってなってるよね。そう、今日さ、うん、サラに歌ってほしいってさ言ったじゃん。はい、初めてなんだよね。そうだよごめんね、なんか無理やりいや、うん、あのいつもはバンドでやってるんだけど、そう、エリちゃんから連絡来て、結構一瞬ね、1分迷ったの。うん、そりゃそうだよね。そう、1分迷ってギターもうまくないし、一人で歌ったことないし、うん、で60秒迷ってやるって返信した。ありがとう、うん、まあ何事もチャレンジですね。そうだね、うん、なんか私もね当初こんな感じになると思ってなくて、うん、その配信とかさ、はいはい、もう本当に私がペタってなってるとこにサラが来てほしくて、うん、歌ってほしいなって思ったの。そうなの。だって連絡来た時はサラ、私多分ね最終日で元気がないから一曲私の横に来て歌いに来て、子守歌でもいいのって来てそうなの。だからなんかこんなあのみんなの頑張りによる配信になって、はい、そうですね、うん、みんなの頑張りプラス私の頑張りで、ありがとう、頑張ります。ありがとうじゃあ私は横で聞かせてもらおう。寝ないでね。さっき一瞬機材トラブルでね。そう、寝そうになってたよ。寝そうになってたからね。気をつけて。これ私この床に座ったりしたらみんな困るんでしょ。困んない、やった。寝るじゃん。寝ない寝ない。本当？うん、こうしてる。寝たら叫ぶか大きい声怖い、起きろってじゃあリラックスしててください。ありがとう。はい、じゃあまあへっぽこですけどよろしくお願いいたします。サラマリーです。まずは月かけという曲を歌います。こんな感じで始めていいんでしょうか。いいよ。 OK。月の満ち欠けに僕ら心かき乱されるけど、隣で泣いてた君もここから連れ出すよ、君を連れてくよ。朝から晩まで働いて安酒で愚痴を飲み込んだ日も、うま
まくいかない割れ拳を血でにじませた日も何が正解じゃないけれど僕たちが戦った勲章は君が君でいるための美しい涙です。いつか見た空は青くてスーパーマンにだってなれた。大人になったら忘れてた綺麗な景色を忘れてた。心悲しいそんな夜はここに来て一緒に歌おう。あっぱれ君よ、あっぱれ僕よ、頑張ったすべてに送る。月の満ち欠けに僕ら心かき乱されるけど隣で泣いてた君もここから連れ出すよ。何が正解じゃないけれど僕たちが戦った勲章は君が君でいるための美しい涙です。美しい涙です。僕たちの明日は生きだ。ありがとう。次はね、あの私ギターはまだ初めてそんなに立ってなくて、時間がある時に子供寝かした後とかにこうやって練習したりしてるんですけど、なんか昨日の夜にいいコードはないかなと思っていろいろこう探したりしてた時に結構ハッピーなコードを見つけて、自分で見つけたわけじゃないよ、世の中にあったんだけどねでそのハッピーなコードが結構なんか今のエリちゃんとリリアンにぴったりだなって思って、昨日の夜そこにちょっと言葉をつけてみました。タイトルはね、さっき見つけたの、オレンジの戦士たち聞いてください。愛のことばっかり考えたら考えたら遠くに離れたあの子の涙浮かびます。明日のことばっかり考えたら考えたら空腹の腹の虫も黙りました黙りました。Oh 君は愛の奏者、Oh オレンジの戦士さ教えてほしい、星が瞬く犬を。人のことばっかり考えた世界
ました笑ってました。青君は愛の奏者、青オレンジの戦士さ、教えてほしい星が生まれる意味を。青君は愛の奏者、青オレンジの戦士さ、教えてあげる君の輝く意味。選手たちでした。なんか今日は4曲しかないんだけど、しかないんだけどっていうか4曲しかできないんですが、ギター。そうなの。ただなんかね、ちょっとだけ話したいのが、私すごく正直なことを言ってしまえば、なんかこの先地球が住めない場所になってしまうっていうものが自分の想像力に追いついてなくて、なんか考えられなかったんだよね。で、それはまあなんでかって言ったら、勉強してないことだったり目を向けていないことだったりするんだけど、なんかこの間私東京離れて地方に住んでんだけど、週一で東京に来てて、夜友達とベランダで空をこう見てた時に、一個流れ星を私が見つけたのよ。で、あ、流れ星だよ、見た？って言ったら、その友達はずっとまっすぐを見て、すごく小さく光ってる星に対して、あの星もそろそろ寿命なのかなって一言私につぶやいたのね。で、その時に自分の中で答えが出たっていうか、その一言で、なんか当たり前のように空気があって、当たり前のように重力で立ってて、当たり前のようにご飯を買って作って食べて喋ってってしてるんだけど、なんかきっと近すぎて分かんないだけで、向こうの星の人たちからしてみたら、この地球を見て、あの星ももうすぐ寿命なのかなって言われてんだなってすごい思っちゃって。で、なんか人間ってがんとか病気になった時に治すじゃない、いろんな人たちも支えて治すじゃない、地球にもそれしなきゃって思って、全てがピコンってなったっていうか、全部がつながって、で、そんなタイミングでエリちゃんがこれを始めて、もちろん今までもずっとそういう話を聞いてきたりしてきたけど、でもやっぱり自分の中ではどっかもやがかかってたっていうか、他人事だったっていうか、なんかそれの、そのあの星はもうすぐ寿命なのかなっていう、その一言で今日につながってるっていうのがね、すごい面白い出来事で、なんかそういうのを分かんない、キャッチしてエリちゃんが私の顔が浮かんだのかは分かんないけど、なんかつながってくし引き寄せるものがあるし、だからこうやって今見てる人たちはね、みんなもう勉強してるかもしれないけど、こうやって何か一つの出来事でパッて目が覚めたり分かるようになるんだなっていうのはね、すごい面白かったね。でもエリもそのやっぱりそのピコンってなる瞬間があったんだよね。で、なんかこの話をよくね、結構
危機とか気候問題とかの話するけど、うん、なんかそれぞれのタイミングがあるんだろうなと思ってて、うんうん、すっごい早い人もいるしまだの人もいるし、でもなんかそれなんか本当に人それぞれだと思うし、うん、なんかきっかけの何が起こるかっていうのも人それぞれだから、でもなんかその瞬間みたいなのにちゃんと気づけるかどうかっていうところがすごい大事かなと思ってて、うん、だからその一言で皿がピコンってなったのすごいいい話だなと思ったよ。そうだからさ、今回これを始めて3週間ででしょ、うん、3週間前に決めて、うん、今こうやってやってるわけじゃない、うん、で今日が最終日でしょ、うん、でそれによってこの活動に出会った人たちってすごい数がいると思って、うん、その人たちが全員ピコンってなったと思うと、うん、結構地球になんか自然の電気がついてきたぞってなんかキラキラしてきたぞって思うから、うん、なんか、うん、見えてないけど地球はきっとガンで、うんうん、だからすごくこっからみんなで手を取り合って素敵なものになっていくんだよなって思うとね、結構ワクワクなんです。そうだね、私もそう思う、うん、直してあげなくちゃ。そうね、うん、あとこう一人より増えて二人になると結構違う正義を持った人からしたら武器になってしまったりとか、うん、攻撃になってしまうのをこのエリちゃんたちがやってることってそれがないからすごいなって思って武器じゃないんだよね、うん、全員武器を捨ててるから、みんなお花持ってるからね。だからすごく平和で幸せな中でみんながこう手を取り合ってるんだなと思うと、すごい今回ここで歌えて私はとても幸せです。私も幸せ。あとちょっと、うん、美味しいご飯が待ってるよ。あと4時間ぐらい、うんうん、感謝しましょう、うん、はい、じゃあ喋りに来たわけではないので歌に戻ります。これは、うん、ヘスティアっていう、家の守り神の、女神がいるんですけど、そのヘスティアを裏切ってしまった歌です。様に落ちる夢を見た、まぶたに残る君は美しい。
さす夜の吐息さえついえた喜び月につままれて気づいた？気づいたよ、匂いで。でしょ、うん、私とサラさ、多分同時だよね。そう、はお姉ちゃん、お姉ちゃん、お姉ちゃん来たなって大丈夫？え、そう、びっくりしたよ今、すごかった。結構遠いよ。そうなの、すごい匂いが。あ、で、お姉ちゃん来た、お姉ちゃん来たってなったよね。そうそう、二人で。そう、うん、閉まってるのにお姉ちゃん登場させてもらったよ。いらっしゃい、いらっしゃい。私のお姉ちゃん、ケイティの三井リンダさん、いらっしゃいました。特別ゲスト。すごい登場の仕方だった。シャッターね、シャッターにぶつかって入って、完全にシャッターにガッてなってウケんだけどお姉ちゃん本当にしっかりして本当に、ね、くだらないよ、ごめんね。この2人はエリー応援隊だよ。そう、あ、そうなの。そうだよ、はい、ありがとう。参りました、ありがとう。いつも夜中にどうでもいいことばっか喋ってる3人だよ。本当に朝5時ひどいよ、うん、5時まで帰んない。そうだよ、お酒も飲まずに。本当に酒も飲まずに、あとね、夜中にめっちゃ食う。そう、わかる。家にあるものみんな食べちゃって朝の5時になってようやくタクシー呼ぶか。そうそうそう、帰んないのって言われちゃうの。そうなの。サラタンは大概寝ちゃう、うん、泊まってステイ、当たり前のように泊まってる、うん、私は家着いてご飯食べて一旦寝る。そう何をしに来てるの。ちょっと待って、ごめんね、いらっしゃいませ。お邪魔します。はい、早速着たいものがあるね、うん、そっちね。最後の曲だよ。はい、ラインします。何なの、気が抜けんだけどごめん、ごめんね、そこ今リビングだから。お願いします。はい、じゃあ最後はハレルヤで締めたいと思います。はーいやめてくれ、ごめん。はい、いくよ。はい、お願いします。はい、a secret code that Debbie played in a place to load. But you don't really care for music, do you? What a
step forward, the fifth, the manifold, and a measure left, the African compulsion, hallelujah. Hallelujah.
ありがとうございました。これさ、マジでお世辞抜きで弾き語りやった方がいいと思う。そう、本当ね、そう思わない？お姉ちゃん初めての弾き語り、うん、そんな恋してたんだね。ええ、どういうこと？どういうことですか？え、そんなに嫌なんですか？ちょっと違うってこと？付き合い長いけど、こんな綺麗な恋してたんだね。おい、ふざけるな。おい。あ、でもバンドの時はね、張り上げてるから。そう、だからそれがすごいいいなと思った。別の良さ。二重人格。うん。とも言う。そう、じゃあ頑張って曲増やす。うん。めっちゃいいと思う。はい、じゃあライブやることになったら皆さんも来てください。うん、行く。よかった、できたよ。できたね、うん。みんなありがとうございます。楽しかったよ。見守ってくれてありがとう。うん、最高だった。きっと見てる人もそう思ってるよ。うん、ありがとうございました。今日は私のなんかね、なんか友達がね来て歌ってくれたりとかしたんだけど、うん、なんか昨日以前は結構なんかやっぱ辛かったのもあって、うんうん、なんかこう体の中を歌ってくれたことによってなんか浄化された感じがしたのね、うんうん、なんかで泣いちゃうみたいな、うん、でも今日はなんかすごい私すごいハッピーで、そうで、なんか多幸感が増した。サラとお姉ちゃん来てよかったそう、まあ、最終日って全然想像つかなかったのね、うん、どうなってるか。あれ何日間だっけ、初めて5日目。5日目かで丸4日間食べてないみたいな感じなんだけど、うん、なんかすごいいいタイミングだったなって今聞きながら思ってて、嬉しい、うん、すごいハッピー度が増した今。やったー、うん、なんかこのままいい感じで終われそうって思った。いいねいいね、嬉しい嬉しい、ありがとう。これ終わったらまた3人でね、そうだね、しょうもない食べ散らかしして、うん、そうだね、そうしましょう。みんなが床に寝てるって状態になろうね、はい、みんなが猫になる、猫3匹とはい、じゃあ今日はゲストにサラマリーちゃんとリンダが来てくれました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。